翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。こんにちは、翡翠小太郎の名言ラジオセラピー、番組プロデューサーの伊藤直子です。本日の放送は昨年4月26日に放送しました翡翠さんの息子さんのエピソードが満載、できないもん勝ちの法則のお話をしていた時の未公開内容が含まれている再放送になります。それではどうぞ。はい、翡翠小太郎です。こんにちは、ひのりです。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日も白熊ちゃん、おざりんが来てくれてます。白熊です。お願いします。よろしくお願いします。白熊ちゃんって言っただけでなんか癒される、言ってる方が癒されるもんね。どうですか、キャラクター作成は進んでますか？おかげさまで、あのいろんなあの応募が経営に関したものがいいんじゃないかっていうね、案も出てて、あ、経営のね、そうデスクに置くものがいいんじゃないかっていう声が、経営の、うん、経営の、いや多分ホワイトボードにつけるマグネットとか、あ、なるほどね、いいね、丸×とかなってて、うん、この案丸の時は丸いや、基本的にも丸、あ、基本的に丸か二重丸か三重丸、あ、そうか、×ないんだ、花丸とか×なしで、すごいな、愛ですね、×がない、愛だね、うん、あと貯金箱とかもいいね、うん、そうだね、うん、お腹の大きさを生かせるね、うん、あ、どんどんお腹が膨らんでく貯金箱ゴムになっててぎゅうぎゅう詰めにするとボンボンボンっていってて大きくなってくるいいね、うん、それで下からちょこまかして出るとシューってしぼむから分かっちゃうっていう、うん、それプレミアムつくかもしれないね、うん、特許取れるかも。じゃあ限定100体だけ作りましょうか。そうですよ、ぜひ。いや、売れると思いますよ、本当に。そうやってね、うん、そうやってさ、100個作ってさなんか売れ残りそれが知りたいんですよね、翡翠さんはね。最近フェイスブックで読んで面白かったのが、うん、あの品川庄司さんがね、はい、お笑いのね、はい、品川さんの方ね、はい、周りからお前、うん、映画も撮ってるし、うん、オンラインサロンとか、うん、絶対やったらお前の、うん、からいろんなことね、笑いとか映画どうやって撮るのかとか知りたい人いると思うよと思う言われて、オンラインサロン立ち上げたら3名しかなかったそれがネタとして上がってて、まあ、その後増えたとは思うんだけどその後増えたとは思うんだけど、うん、すごいなんかそれ読んだ時に面白くて、うんうん、お腹の中から笑っちゃう。僕もともと品川庄司さんの、うん、大好きで、うん、お笑いの DVD とか、うん、もうすごい見てた、はい、面白いですよね、面白い、うん、でそれもネタとしてすごい面白くてすごい嫌われネタでね今出てますもんねおざりにそういう目にあったほしいみんなでね、生やし立てて、すごい売れるよって言って、誰からも3名ぐらいしか注文が入らないっていう。何体売れた貯金箱？3つ、まだ3つぐらい。3体、ここにいる人数で終わりじゃないですか。ここにいる人すら買わなかったらどうしよう。まず買わないでしょうね。そうなってほしいんですね、品川さんみたいに。そう、面白いもん。いやもうね、品川さんもう面白い方が正解なんですよ。そうそう、自虐あれすごい面白いです、うん、本当。面白い方がすごい正解で、うん、それやったら僕はすごい喜ぶね、本当。翠さんを喜ばせるためにためだけにね。どうですか、もう正しいとか正しいとか間違いとかうまくいくうまくいかないよりも、うん、面白い方が僕の中では正解。なるほど、そうです、本当に、うん、チャレンジしましょう、はい、ね、でもなんかバカバカしいのをやるといいですよね、うん、いいですよ、真剣にやるとかね、バカバカしいことを真剣にやるとか、可愛、うん、いってやっぱり広がってきますよ、可愛、うんうん、いね、可愛くないとね、うん、ダメですよ ね、うん、そうですね、最近はもうね、うん、もうあのね、あのプロデューサーのね、奈緒ちゃんはね、もう縄文グッズをね、もうね、作りたくてしょうがない土偶とか鉄偶とか言ってますからねでも俺大学の時にさ、うん、縄文土器作るワークショップに出たことあった。どうだったんですか？あの縄から、うん、縄からなんか作っていくんだよね、だ模様縄でやるの？うん、あのね、大学の時だから
そのはっきりもう忘れちゃってるんだけど、はい、友達いない時期ですよね。友達いない時期に一人で縄文土器を作るワークショップに参加して楽しかった覚えがある。やばいですねそれ結構ね。世界いろんなことやってますよね。寂しいですね。でも好奇心は常に旺盛。寂しくて死にそうだった時期があるんですよ。その割には楽しい会ばっかり、変わった楽しい会ばっかり言ってますよね。だからその時から僕、縄文っていうのはやっぱり引っかかってはいたんですよね。そっから随分時を経て、だって、ね、縄が先なんですか。縄確かね作って、縄で縄の中に土入れんの。いやそのね縄で模様を作っていくんですよ、うん、確か巻いていくんじゃなくて、ま、あのね、ま、巻いていく、うん、巻いていく、ずっと巻いていく、松尾みたいなの作って最後に縄をこうやる、縄で巻いて型をつけていく感じ。まあそれ以上聞かない聞かないほしい。でもねじゃあもう翡翠さん作ってあげてくださいなおちゃんに。そう、工事で使う、もうや、もう作りたいんだって。縄文壁で使う土器を作りたいんですって。でもさ、自分で土器作ったらさ、うん、絶対美味しくなるよね。うん、で、なおちゃんがさ、ね、作った器をさ、その上々に増やしてってほしい、うん、器。やっぱりオザリンはそこに出したい。作っててほしい、うん、あのなおちゃんがオザリンを土偶にしたいを書いたんでちょっと見てもらっていいですか。今リスナー見れないんですけど、リスナーの方に申し訳ないんですが、あまりに面白いのでオザリンのキャラ、もうそれもぜひ写真に撮って、あのね、どこかでアップして。いやなんかおばさん面白いな、おばさん化するんだよね。ほらあのブルガリアの民族衣装着た時もブルガリアのおばさんにしか見えなかったし、なんかおばさんキャラなのかな、うん、見た目が目が優しいから、あ、女性でも男性でも、ね、メガネのおかげなんだよね、うん、ね、なんて言うんですか、そういうのって、なんとかジェンダー、トランスジェンダーでしたっけっていうの。そうなの、はい、もう先駆けですから本当にどっちでもいけるといういいな、まあでも面白いさを探求していきたいですよね、うん、面白い方が絶対正解ですね。本当にそうですよ。もう私ほらあの今娘が受験なので、その、教室に通ってるんですけど、あの誰もあの多分受験をさせようとしているお母様方これ聞かないから言うんだけど、うん、あのね本当にまあ翡翠さんにもそ面白さを、子供の面白さをそぎ取っていく訓練をするんですよ。お、うん、だから面白さゼロにさせるための訓練をするんです。でも私はね女の子だからまあ、うん、あのとは言ってもうちの子のキャラクターはなくならないだろうと思って、うんうん、その、私立にあの女子校に入れてみようかなって近くにあるので考えてそこに行ってるんですけど、問題はね男の子もそういうことをやってるんですけども、うん、あの体操教室なんか行くと、うん、あの例えばケンケンパとかっていうのをやってるわけですよね。でみんな自由にやったらすごい楽しいし面白いんだけど、うん、その言われた通りにやらないっていうことをお母さんがその子をすごい怒ってるんですね、うん、違うでしょみたいな、ケンケンパですよ、うん、でその子はもうお母さんに褒められた一心ですごい頑張ってるんだけど、うん、できなかったりしてすごいあの怒られたりしてて、うん、でまあなんか私とうちの娘はもうそれをちょっといつも帰りにあので電車で帰るときにネタにしてるというか、うん、すごい怒ってたねあのお母さんみたいなね、あのお母さんなんてこんな風に怒ってたよとかって言ってて、まあそういう関係で入れてるからいいんだけど、あれってちょっと男の子にとっては酷だなと思って、うん、大人になったらどうなっちゃうんだろうってすごく思って、だからまあ中にはねあのいい学校ずっと行って素晴らしい方もいるんだろうけど、そうじゃなくなってしまう一つの原因がそこに見えたような気がして、すごいね面白い体験してます今。追いかけもあのうちの娘は桜の木を描くときにリスが住む穴を描きたくて描きたくて、それをやっぱり
あのリスは住まないよ桜にって言われるんですよね、うんうんうん、それでもうあ先生がそれをあの塗りつぶしちゃおうとしてあーあーあーとかって言ってすごい怒ってるんだけど、うんうん、でもそれは そこではそうで家ではリス描こうよっていうことで、うんもう女の子だとそういうことは分かって納得するんだけど、うんまあ、男の子ってそうじゃないじゃないですか。そうですね。ね、で、ぼーっとしてる感じがさ、楽しいじゃない、うん、だからね、すごくね、なんか切ない気持ちになっちゃって、うんうん、だってうちの子なんか雨の日たまに学校休むもん雨の日なんで雨の日雨だから学校雨だから雨だからっていう理由で学校休むよ。でそして今日学校ないんかって言うと、うん、いや今日雨だからって言って、うん、雨の日って休むんかって、うん、俺の友達雨の日みんな休むよとか言ってそれを奥様なんて言ってるの。いやもう最近はね、うん、神様その息子によって器が広がってきたので、うんうん、その雨の日休むのね、うん、ありになってるありになってるうちでもささくらももこさんってそういうあのねありだよ。あれ失礼したらさくらさんに会ったことはないないけどなんか、うん、前お話にも出てきましたねラジオでもなんか、うん、あののぶみさんが結構ね、うん、さくらももこさんに可愛がってもらってたよ、ね、あそうなんですか。さくらももこさんって本当にあのまるちゃんの通りだったみたいで本を読む限りね、うん、それで例えば学祭とかそういうのが大嫌いでもうめんどくさいんですよ、うん、家にいて本読んだり、うん、漫画描いたりしていたけど、うん、それお母さんにいつも、うん、あんたはそんなことで、うん、みんなは外行ってあんなに頑張ってんのにとか、うん、何が悪いんだかよく分かんなかったって私、ね、何にも悪いことしてないじゃんって、うん、暴力振るったりね人のもの盗んだり悪いやついっぱいいるじゃねえかって言っててそれを読んで、うん、あやっぱりこういう人もいるしそれで高校生の時に急に漫画家に、うんまあ、ずっと温めてた夢だった漫画家っていうことで頑張って、うん、だからそういう夢が高校生の時に花が咲くわけであって、うんうん、それをねその今ってやるのっていうのはすごく、うん、ちょうど僕そのゲームクリエイターさんをね取材、はい、1年かけて取材したことあるんですよ、うん、で彼らってすごいね世界に届く作品作ってたんだけど、うんまあ、ゲームばっかりやってたわけだよね、うんうん、でもそれが功を奏してたんだよね。だからそのでほとんど彼子供たちが大きくなる頃って今ない仕事にほとんどつくから、うんうん、今の価値観で外れてることがすごい役立ったりするんだよね、うんうん、もううちの子なんかさ、うん、俺すげえ頑張ってるって言って、うん、だって無給で高校行ってるもんって言ってね給料もらわないのに高校行ってるんでめっちゃ偉いって、うん、その自分で褒めてたけどね、うん、だから雨の日ぐらいは休ませてくれということで、ね、なんかねうちの息子面白くて、うん、6月6日にできないもん勝ちの法則っていう本がね、うん、出るんだけど、うん、話を聞いてると息子の友達とかの方がもっと面白いみたいだよねだからその面白い子って本当はたくさんいるんだよね、うんうん、そうなんですよ。たまたまその、うん、うちの子は僕がそのアンテナを張ってるから、うん、面白い発言したらすぐに忘れないように書いてるから、うん、溜まっていくけど、うん、本当はどこの子もすっごい面白いんだよね、うん、そうですよね、うん、だからその面白さを削ってしまうのは寂しいけど、うん、そういう状況にいても踏ん張って面白さをなくさないでほしいなっていうふうに面白い方が正解っていうね、うん、文化を立ち上げたいですね。そうですね、はい、うん、本当にね、大体ほら、うん、子供の頃がひな形になって大人になるって感じとされてるじゃないですか、うんまあ、でも必ずしもそうでもない人もいるのかなと思ってて、うんうん、でほらね、りょうさんって、うん、昔子供の頃は結構、ま、真面目チックじゃったんじゃないかなと思うんですよね。いや、なんかすごい意地悪だったらしいですよ。ああ、まあ、意地悪もしたらしいけどね。意地悪だし、いたずら。いたずら。まあ、覚えてない時代にこうね、水物を全部、汁物とか水物をね、うん、親族集まってるの全部ひっくり返して歩いたとかね、なんか落ち着きがなかったとかってね、っとか言ってたっていうけどね。だけど、でもまあまあ、でも勉強もできるから、そんな雨が降ったら帰っちゃうとかっていうことは多分しなかったと思うんだけど、大人になってからはやるじゃないですか。そうですよ。ね、
遅刻しかねしないし、普通に来たことはないかな、ね、遅刻もどうし、しようと思ってしてるわけじゃないけどしちゃうじゃないですか。しようと思ってないんですか。あ、少しあるかもしれない。であのほら、ね、去年ちょうど1年前もね、僕もラジオのパーソナリティやらせてもらったきっかけになったのが、はい、ね、ほらあのエミちゃんってね、うん、エミちゃんのことをこう、りょうさんと僕とエミちゃんで3人でゲストで呼んでもらった時の収録中に煽っていい声だねとかで、うん、パーソナリティ決定とかっていうところから言ったけど、あれ説明会にだけは出てくださいって言われて、はい、東京で説明会にね出なきゃいけない時に、うん、責任取って2人でね説明会に付き合ってって言われてて、うん、うんって言ったにもかかわらず、りょうさんは寒いからって外に出てたのに寒いから気がついたら家に帰ってたって言ってこなかったんだよね。でもそれがきっかけでこうなったわけだしね、うん、まあ、りょうさんだからなってないけどね。そう、まあ、だけど、うん、いやそんなほら雨が降った休むって結構近い、うん、そういう子ではなかったでしょうね、小さい子なのに大人になったらそういうことしてるなとかね、うん、だからこう後からね、うん、そうですよね、そうなることもあるんじゃないのかなと思ったんで、うん、そうですよ。だから翡翠さんの息子さんももう本当に雨の日も風の日も出勤するような子になるかもしれないし ね、分かんないし、まあ、本当に分かんないしね、ただで出勤してるとかって発想すごいですよね、うん、ひとりさん、さいとりさん並みの思考ですよね。まあ、でもそのね、何のために勉強するかって言ったら、うん、やっぱり幸せに生きるためなんですよね、うんうん、で幸せって何かって言ったら今笑って生きてることだから、はい、うん、でもう今笑って生きてるからね、うん、もう今日が一番人生で楽しかったって言ってね、うん、その学校は面白くないけど、うん、帰ってくる間友達と喋るのがすっごい楽しいらしくて、うんうん、今日が一番ね楽しかったって言ってね帰ってくるんですよね。それはもう拍手ですよね。そうですよね、はい、そういう人たちがこれからあの令和の世界を作っていくのかと思うと、うん、ものすごい頼もしいなと思いますね、うん、最近息子からすっごい褒められたことがあって、ね、うん、あの50センチぐらいの結構大きい、はい、あのあられちゃんのグッズ、あられちゃんの人形を買っちゃったんですよ、はい、僕、はいはい、もうお店で一目惚れしちゃって、うん、はい、その3万8000ぐらいするんですよ。うわおもちゃそれなんかあのレアなやつですか。そうレアな、はい、まあもうあられちゃん自身アニメ終わってるからレアなんだけど、ね、うん、その大きいやつがあってもう欲しくなっちゃって、はい、価格3万8000で高いけど、うん、もう欲しくなっちゃったから買っちゃったんですよね、はい、そしたら息子が父ちゃん何すっげえ色買ってきただろうって言った、まあ、それ時 の、 あの奥様の反応を私は知りたいです、うん、でもねあられちゃんは大人気だった、うん、好きだった、あられちゃんは大人気だった。でそれでもう嬉しくて、うん、Facebook にアップしたら、うん、もうそれを欲しかったけど高くて買えなかったんですって言って、ただお店で記念に写真だけ撮らせてもらったんですっていう人からメール来たりとか、やっぱりこれあられちゃんファン欲しい人多いんだ。そうですね、あられちゃんグッズね。あられちゃんファンなんですか、スイさん。あ、僕ね、あられちゃんっていうのは子供心に変えるスイッチなんですよ。へー。というのはもう僕は少年ジャンプっていうのが小学校の時大好きで、はいはい、すっごい大好きすぎて、うん、綺麗にバックナンバーを置いてて、うんうん、あられちゃんってジャンプなんだ。ジャンプなんですよ。で、ジャンプが大好き時代があって、うん、弟がコラボ公演した時に言ってたんだけど、はいはい、兄ちゃんはジャンプを俺の部屋にジャンプ全部あるから、うん、弟も読みたいらしくて、うん、来るんだけど、うん、お前読んだだろうって絶対バレちゃうらしいのね。で、そーって同じ場所に戻すんだけど、うん、あのバレちゃうらしいの、うん、で、なんで兄ちゃんはジャンプこっそり読んでるのに気づかれるんだろうと思ったら、ある時線がこっそり引かれてて、そっからちょっとでもずれたら怒るっていうことに気づいた。本当に兄ちゃんは陰湿だった。本当陰湿。そうそう、嫌なやつじゃないですか。であの最後まで聞いて、でもうあの嫌な勉強ずっとやってるから、うん、兄ちゃんの部屋からいつも文句ばっかり、独り言だよ、一、うん、人しかいないんだから、うん、文句ばっかり聞こえてくるらしい。独り言で俺も声出して文句言ってたらしい、うん、でそれがマッキーですね。それがあんなね文句ばっかり言ってる兄ちゃんが、うん、そのもう今じゃね、うん、お坊さんのように温和な人になってしまって、うん、本当に驚きましたっていうのをね、うん、あの講演で言ってくれたんだけど、はい、それ聞いて思い出して、うん、俺本当にすごい陰湿でだから分かんないわけですよね。文句ばっかり言ってる人だったんですよ、うん、
いや、そういう意地悪だったし、いや本当だから だからこそ、その例えばそうやって受験勉強を無理にやられてたとしても、うんうん、あのいろんなあの考え方でこう翡翠さんになることもあるし、あの子供出身だから、うんうん、僕らみんな子供出身だから本当に自分らしく生きてったら戻れるんですよ。そうですよね、いつからでも戻れるんですよ。そうそうそう、だからそれが 100% 悪いわけじゃないと思うけど、その子供たちもね、うん、そっからでも自分のね、うん、その、 あのパーソナリティのキャラクターを残して大人になってからこう皮肉で面白いね文章書いたりとか、はい、そういうこともできるわけだから、はい、そうなってほしいなって思いますよね。そういうなってほしくて、うん、自分のダメなところをまず愛そうっていうのが、うん、うあもう名言出ました。はい、あ自分のダメなところを愛そうということでですね、はい、思いその思いを書いたのはできないもん勝ちの法則という本で、はい、6月6日に発売になります。わかりました、はい、じゃあそこから今日の名言は、はい、今日の名言はですね、はい、そのまあその本の中に書いてあって、はい、まあ前も言ったかことあるかもしれないんだけど、はい、ファミレス行った時に、はい、その言った息子の言葉が本の、うん、その表紙を飾ってる裏に、うん、飾ってる名言になるんですね、はい、でその息子がファミレスでケーキを落として、うん、それ食べようとしたんですね、拾って汚いって言った時に、うん、その息子が言った言葉が、父ちゃん俺にとって床も皿だぜって言ったんですねでその俺にとって床も皿だぜっていうのが息子の言葉が今回本のね、あの帯を開けると書いてあるんですが、その編集者さんはその言葉がつぼに来たみたいで、まあそんな息子のですねバカエピソードがぜひまとまってるんでね、はい、読んでいただきたいなと思います。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは皆様からのメッセージ、翡翠さんに聞いてみたいことなど大募集しています。宛先は翡翠小太郎@clovermedia.jp です。どしどしお寄せください。オザリン今日もありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週、さよなら。またね、さよなら。俺の友達はみんな雨の日学校休んでるよ。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。届けた言葉の頼りが、大切な笑顔一つ守れるかもしれない。言葉で魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう。言葉に変えて遥かの誰かが残した言葉が、時を超え今も僕を励ますように、僕らが語り合った夢や希望を、未来を次の僕らに渡せるといいな。この街に舞い降りる喜びや悲しみを、言葉の魔法で何に変えよう。ありがとう。
言葉に変えて、言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言葉に変えて、伝えたい言葉に変えて。誰かが届けた言葉を知るべに、旅人が今日も夢を歩くように、僕らが届けた言葉の頼りが、大切な笑顔一つ守れるかもしれない。言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかったありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。遥かの誰かが残した言葉が、時を超え今も僕を励ますように、僕らが語り合った夢や希望、この街に舞い降りる喜びや悲しみを、言葉の魔法で何に変えよう。素直に言えなかったありがとう、や愛してな人に伝えたい言葉に変えて、言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。
だね。素直に言えなかった。ありがとう、愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて、伝えたい言葉に変えて。